はい、どうもこんにちは。先日購入したこの日産のエスカルゴ、早くもねエンジン不調になり、現在エンジンがかかりません。前回の動画でタンクの中はめちゃめちゃ錆びてて、錆が飛んでガソリンが吸われないんじゃないかと思ってタンクを開けたところ、とてつもない状況になっていました。うわー、これはひどいな。一応高圧洗浄機で中洗浄して洗うまでの動画を上げたと思うんですけど、今日は実際にそのタンクの中のサビを取っていこうと思います。やっぱりねバイクとかのタンクと違って、車のタンクってねめちゃくちゃでかいんですよね。まあエスカルゴ自体はそんな大きくない車なんで、実際タンク容量はね40リッターとかぐらいなんですけど、そこにね入っている水とかお湯とかいろんなものを入れてこの振ったりするのがね、やっぱり40キロあるものって振れないだろうと思って今日はねいい方法を思いついたのでやっていこうと思います。それではやっていきましょう。どういった感じでサビ取りをするかというと、じゃじゃん、はい、この前直したね、ユンボ、まだね完全には直りきってないんですけど、一応使えるようになってね、庭を改修するのにバシバシ利用しております。このねバケットの先にこのサビサビのタンクをくくりつけました。察しがいい方はわかると思うんですけど、ここにお湯とサビ取り剤を入れてユンボの力でねめちゃめちゃ振り回したりとか、そういうのを今日はしていこうと思います。やっぱりね人力だとさすがにこれはきついと思ったので、今日はこの重機の力を借りてねサビ取りやっていこうと思います。じゃあまずはねチェーンをね投入していきます。これ後から回収します。でとりあえずクエン酸をぶち込んでいきましょう。お湯投入します。はい、じゃあね次のお湯が沸く前にねちょっと中をかき混ぜましょう。さらにクエン酸ぶち込みます。はい、だいぶ容量入ったと思う。うわ、熱っ。チンチンだ。ちょっとね、こうやって角度をね、変えながら置く方がいいみたいで、まあ、この後ね、何日か放置しようとは思ってるんですけど、まあ、やりながらもね、こうやって、こちらの上の部分が浸かるようにしたりとかしながらやっていこうと思います。もうちょい角度つけてもいいかな。熱々。はい。じゃあね、この状態で何日か放置しようと思います。はい。今ね、だいたい3日、4日ぐらいね、漬け込みました。ね、途中ね、揺すったりもしながら漬け込んだんですけど、果たしてちゃんと取れてるのか見ていこうと思います。おー、サビっぽい色が出ていますね。だいぶ取れてる。下面はねだいぶ取れてサビはないっすね。おお。あ、で上の面もだいぶ漬け込んだんで汚れみたいな感じのものしか、あーでもちょっと錆びてるかな、ちょっと錆びてるか。ちょっとこれもね一回洗い流していこうと思います。
はい、ちょっとね喉が枯れちゃってるんですけど、あれから数日経って一応ユンボでね動かしながらサビを取ったので、その後重曹で中和してタンクが車体につけられました。まあこれでねちょっとガソリンの詰まりがなくなればいいかなと思うんですけど、実際のところねまだ何とも言えないので、とりあえずエンジンかけていこうと思います。はい、であとストレーナーが実はねこの燃料吸う部分というか燃料のセンサーがついている先についているっぽいんですけど、それもね欠損してたので、急遽ね茶こしで作って、それも一緒に沈めてあります。まあこれで詰まってしまったらあれなんですけど、だいぶねサビは取れたと思うので、とりあえずどんな感じになるかやっていこうと思います。よっしゃ、よし、はい、荒れまくりですけど燃料タンクのねここにつけました。まあ上とかね塗装しようかなと思ったんですけどね、上の部分のサビはねまあしょうがないかなと思うので、いずれまた外す機会があったら塗装しようと思います。はい、一気にやっちゃえって感じなんですけどね、とりあえずエンジンがちゃんとかかってここから動かさないとね、雨漏りがね半端じゃないのでね、とりあえず動かしてから、塗装とかいろいろしようと思います。はい、とりあえず燃料の色も大丈夫そうっすね今のところは。はい、じゃあちゃんとかかるかどうかやろうと思います。はい、行ってくれ。お、とりあえずかかりました。アイドリングは安定してんな。あ、ダメだ、アクセル開けると止まっちゃうわ。あ、上がった上がった。今チョークが効きましたね、ファーストアイドルが。アクセル踏んでみましょう。お、落ち着いたな。あ、ちょっと低いか。いやでもこんなもんか。ちょっとねこの水温が上がってない気がするな、これメーターがいったのか。あ、お、アクセル全然いいわ。お、アイドリングもね安定してます今で、ただこのメーターは動いてないおー良さそうっすね。はい、なんとかね今エンジンがかかってアイドリングも安定しました。ねやっぱ原因はねガソリンタンクのサビから、燃料フィルターにサビが飛んでガソリンが足りなくなってかかんなくなったりしたみたいです。で今回はとりあえずねガソリンタンクのサビは一旦除去はできたんですけど、もちろん他にもねブレーキが効かなかったりとかそういう問題があるので、ここからちょっとねいろいろ直しながらやっていこうと思います。